崎山半島。網取は、手前左側に位置する。網取は、沖縄県八重山郡竹富町の入り表島、南西部の地名。現在、障子としての、網取という地名は廃止されており、入り表島南西部のいくつかの地域と合わせて、沖縄県八重山郡竹富町はザ、崎山の一部となっている。入り表島表島の南西部、網取湾に面する地域。 アミトリ遺跡からは大規模な貝塚が発見されており、相当に古い時期から集落が形成されていたと思われる。琉球王国時代は当初、疎内に置かれた番所の監督下に属していたが、後に鹿川と共に、波照間島の島民を強制移住させた開拓村である崎山の番所へ管轄が移った。太平洋戦争が終結し、西表炭鉱の採掘が中止された後は、 急速に衰退し、1971年7月14日に廃村となった。沖縄返還後の1976年、東海大学が、竹富町竹網緑小中学校の跡地を譲り受けて、東海大学海洋研究所を開設。現在は、同センターが、集落の跡地を管理している。1996年、旧毛取集落出身者が、 ウルチ海を結成。網取港に九州落跡を示す安藤売りの日を混流した。道路が整備されていないため陸路で訪れることはできず、船をチャーターする必要がある。以前は船浮き海運が週1便のペースで網取と船浮き集落を結ぶ連絡船を発着させていたが、2010年をもって廃止された。石垣港発着で、 集落付近の網取り湾をクルーズするツアーが観光会社により組まれている。ありがとうございます。